どうもこんにちは、しほいっせです、今日はですね、近所のスーパーで変わったものを見つけたので、それを紹介したいと思います。じゃん、ケルシーっていう、商品です。こんな感じのフルーツです。僕は初めて見ました。そもそもこの状態で食べ頃なのかどうかもよくわかんないですけど、外観、果肉は黄緑色で酸味が少ないため味は極めて良好、内部に空洞があるのが特徴です。全くわからんですね。食ってみるしかないですよね。こんな感じになってますね。まあ、リンゴとか梨みたいな感じ、柔らかくはないね。まあまあ硬いです。どうやって食うか全くわからないんですが、皮を剥けんのかな、っていうのはちょっと無理みたい無理みたいです。包丁でどうしようかな。まずちょっと切ります。なんかね、真ん中に種がありそうな感じでした。おー、ほう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 、こんな感じになってます。中身はやっぱり、種あるみたいですね。でもね、中身は確かになんか黄色っぽくて、外見からは分かんないんですけど、なんか食べ頃そうな感じはしますね。皮を剥こうか。皮を剥くとこんな感じです。なんか南国のフルーツみたいですね。じゃあね、早速食べてみようと思います。ケルシー、うまいです。うまいけど何に例えたらいいかわかんないです。まず甘いですね、結構。で、食感がね、桃に近いです。桃よりは、なんだろう、歯切れがいいというか、サクサクっていう感じですね、桃よりは。でも、まあまあ桃とかスモモとかに多分近い食感をしてるんじゃないかなと思います。桃よりも甘いかも。で、ジューシー感は桃よりも少ない。多分これ桃の仲間じゃないかなっていう感じの食感と味ですね。うん、桃よりもちょっと青臭いかな。まあやっぱりこれ緑なだけあってっていうのもあるかもしれないですけど、美味しい、ヘルシー、ケルシーって書いてありますけど、確かに体にも良さそうだし、おすすめですね。こんな見た目してても甘いです。美味しい、桃みたい。で、桃よりサクサクしてると面白い果物です。これはぜひぜひ皆さんにおすすめしたいです。ケルシーという、これね、山梨産の果物みたいなんですけれども、もしね、近所のスーパーで見つけたらこれ買ってみる価値はあります。